白老閣に突如現れた年端のいかない謎の少女。寝椅子でくつろぎ、勝手に菓子を食い、書物を読み漁る。だが奔放無比な彼女こそが大和の姫殿下こと王女安寿その人であった。一国を継ぐ者とは到底思えない人となりに、ただただ呆れる伯たち。よほど気に入ったのか、安寿はその後も伯老閣に入り浸るのだ。もし、少しよろしいか。誰だ？初めて見る顔だが、新しい宿泊客か。小生、名を宗近と申す。白という者に会いに来たのだが。自分は白だが、何か。そうか、貴公が。オシトル殿の紹介により参った。オシトルからも？そういえばどこかで聞いたような。一体ていうか誰だっけ。オシトルの知り合いで、この雰囲気というか存在感、ただ者じゃないってことはわかるな。あのもしよろしければ握手をしていただけたら。いや、小生でよろしければ。ありがとうございます。知ってる人か。はい、憧れのお方です。憧れ？オシトルの知り合いのようだし、もしかして名の知れた人物か。小生、この楼閣に入り浸っている猿お方を迎えに参った。そういえばお分かりになられるか。猿お方、どう考えたあの王女様のことだな。どうするか。オシトルの紹介と言っていたが、そのまま無条件で信じるのはまずいだろう。何しろ仮にも王女様だ、拉致暗殺なんてことになったら一大事だ。そんなことになったら確実に首が飛ぶ。だがまあ、ルルティエ、自分はこの人を案内するから、悪いがそっちの方は頼む。雰囲気からして何か企んでいる人物には見えないし、何よりルルティエが憧れている人のようだした。っていうか、あれを連れ帰ってくれるのならもう誰でもいい。あれ、ハクさん、もう戻ってきたんで。何をそんなに驚いてるんだ。いえ、だって。まあいい、喜べ。お前の苦悩は解決するぞ。え、それって。失礼する。だらしない顔してるだろう。これ、この国の王女なんだぜ。うん、
楽しそう。かつ御身ご無事で何より。うん、その言葉そのまま返しましょうぞ。小生のいない間、いろいろとやるべきことはあったはずです。何故このようなところでだらけているのかお聞かせ願いたい。約束を交わしましたな。それらを放り出し宝刀三昧。姉様に言い訳する時のハクさんとそっくりなのです。おっしゃる意味が分かりませぬ。まさか資格とは小生のことではありますまいな。なるほど、少々お戯れが過ぎる。姫殿下の指南役を正常より賜った身としてしつけが必要と判断させていただく。にゃに、いや嘘じゃ、冗談というやつだったのじゃ。だから、だから、あらららら、来るな来るな来るな。ハック、何をしておる。よう助けるのじゃ。ああ、しつけは大切ですね。こっちのことは気にせず遠慮なくやっちゃってもらいたい。つまりこの王女さんの教育指南役だと。不肖ながら正常の命により姫殿下の指南役を務めさせていただいている。なぜこやつを通したのじゃ。来たらすぐに知らせるよう言ったはずじゃ。申し訳ありません。ですが、それはオシトルが来たらすぐに知らせろって言ったんだろ。彼女を通すなとは聞いてないぞ。そなたたち覚えておれ。それでは宮廷へ戻りましょう、姫殿下。いやじゃ、世は帰らぬ。帰らぬと言ったら帰らぬぞ。
それでは僭越ながらこの宗近が腕ずくで。待て待て、世には学ぶべきことがあるのじゃ。それは殊勝なお志なれど、学業ならば宮廷でいくらでも。見よ宗近、この書札を。宮廷にこんな素晴らしきものはなかったのじゃぞ。どうしてそれも。どうじゃ、男と男の友情、素晴らしかろう。外にはこんな面白い読み物もあるのじゃ。何も世は遊ぶためにここに来ているわけではないのじゃぞ。むしろ学ぶためにこそ外に出ておるのじゃ。宮廷の中では決して学べぬことがここにはあふれておるのじゃからな。はい、さっきと言ってることが違うぞ。なるほど、わかりました。何事からも学ばんとする姫殿下のそのお心、感服いたしました。って、えらく簡単に感服してるし。お、では正常には小生から奏上いたしますれば、姫殿下におかれましては一層ご勉学に励んでいただきたく存じます。さすがは宗近じゃ。分かったのなら世にその書札を。こちらは小生が預からせていただきます。うまっ。ざっと拝見しましたところ、姫殿下にはいささか刺激が強い箇所が見受けられたゆえ、後ほど小生がじっくりと吟味いたしましょう。それはそれとして、この歌詞のまことに美味なこと。ごまかすでない、返すのじゃ。それは世の諸札じゃぞ。いえ、私の オシュトルの気を引くために狂言誘拐を思いついたアンジュ。世をさらえと博たちに強要するも、誰も真剣に取り合おうとはしない。だがこの騒動が野杉と近江の耳に入った。義賊として帝都で活動する野杉は持ち前の善意から協力を決意する。切れ者である王儀も例によって姉を黙認した。かくして野杉魚団の名のもとに早速安寿をさらった野杉。ここに王女安寿誘拐事件の幕が開けた。以上である。アンジュの思い人はあと一時もしないうちにここへ来る。よいか、傷つけるような真似は厳禁だ。絶対に本気を出すなよ。相手に花を持たせてやるのだ。いい感じに負けてやって、このアンジュを助けさせてやれ。レース。うむ、いい返事だ。諸君らの健闘に期待する。狂言誘拐とは、姉子もまた酔狂な真似をしなさる。
ああ、相変わらず物好きというか、おせっかいというか。いいじゃねえか。ここんとこ、大きな山もなく退屈していたところだ。そうそう、なんか面白そうだしな。もう、モスリットやら。ん？なんだ？何やらこう、さっきから場の空気が生温かいような気がしてならんのじゃが。それは違うな。生温かいのではない、熱いんだ。ここにいるみんながお前の恋を成就させようと熱く燃えているからな。おお、さすが良い女とは一味違うものじゃな。そうだろそうだろ。姉御、パリバンから伝令です。目標とおぼしき人相の者がこちらに接近中とのこと。ふむ、来たか。おお、何を置いてもすぐ駆けつけるという言葉は嘘ではなかったのじゃ。さすが世が惚れ込んだ男なのじゃ。しかし予定より少々早いな。まあ想定内だが。いや、それなんですが、その男だけじゃなく他にも何人か。何？一人で来るようにと伝えたはずだぞ。いや待て、そう伝えたよな、確か。あ、どうしたのじゃ。いや、なんでもないぞ。なんでも、まあいい。それも想定内だ、想定内。さあ来るのじゃ、オシトル。そなたの暗示はここじゃぞ。残念、オシトルだとでも思ったか。ナヌ、本当に実行したんだ。間違いなく何も考えてないのです。猫姉さん、ちょっと黒いのは染み出てますけど。あのアンジュ様にそのようなこと。お腹が。仕方ない、恋した乙女は一直線。同じ立場ならうちもそうしていたもん。頼むからやめてあげろ、周りが迷惑だから。はて、あいつどこかで。あ、そうだ、あの男。アンジュの思い人とはあの男か。なんというか変わった趣味をしているな。な、違う、何を言うか。こら、ハク、なぜそなたがここに来ておるのじゃ。オシトルはどうしたのじゃ。いや、どうしたも何も、奴には知らせてないから来ない。なぬ、知らせぬ。それでは意味がないのじゃ。いや、脅迫状には警備医師などに知らせるなと書いてあったろ。やつはその親玉みたいな立場だからな、指示通り知らせていない。それで文句言われても正直困る。そうなのか。そう言われると、そんなことを書いたような、書かなかったような。なんと。さあ、もう茶番は終わりだ。いつまでもバカやってないで、とっとと帰るぞ。バカなこととはなんじゃ、こっちは大真面目なのじゃぞ。そりゃなお悪いだろう。少しは自分の立場ってもんを自覚しろ。勝手に出歩いたりわがまま言ったり、
そのことでどれだけの連中が迷惑を被ったと思っている。言いがかりも甚だしいのぞ。要は誰にも迷惑などかけておらぬぞ。それはそう思っているだけだ。お前さんがくしゃみをしただけで一族老頭すべてを路頭に迷わすことだってできるんだぞ。そういう立場だとちゃんと認識はしているのか。何を言っておるのじゃ。世のくしゃみだけでそのようなことになるはずがなかろう。とにかくこれ以上ことが大きくなる前に帰るぞ。もう手遅れな気がせんでもないが、まだ間に合うと信じて。くねえ、そう、わけのわからぬことを言って煙に巻くつもりじゃない。世は負けぬぞ。オシトルが来るまで、オシトルにこの気持ちを伝えるまで負けるわけにはいかぬのじゃ。ん？オシュトル？オシュトル、はてどこかで。ノスリー、このままではあの男に連れ去られ、オシトルとの仲を引き裂かれてしまうのじゃ。ん？お願いなのじゃ、助けてほしいのじゃ。頼りになるのはお主だけなのじゃ。お前は何を言ってるんだ。ほれ、とっとと帰るぞ。いやじゃ。待てい。乙女の恋路を邪魔し、雨津さえ引き裂こうなどとは、そのような悪行見過ごすわけにはいかん。そう、それがいい女というものだ。いや、お前も何を言ってるんだ。お前たち予定変更だ。こいつらを容赦なく叩きのめせ。乙女の純愛を我らの手で守るのだ。そう来なくちゃ。兄ちゃんたち、恨みはねえが悪く思うなよ。少しの間だ、おねんねしててもらおうか。ちょ、くそ、どうしてこうなる。こうなったらこっちも力ずくだ。やるぞ。相手が誰とか気にするな。尻を引っ叩いてでも連れ戻せ。え、それは。そうだね、わがままを許しちゃいけないよね。うちも頑張れ。